大人大人こうなっちゃうと細くなっちゃうんで。なるほど。この辺はちょっとボリュームが欲しいなとは。細かいボリュームここですね、ここですね。匠の技を見学します。これサンダルの時しか履かない靴下です。そんな使用頻度このからかけるがありそうでないですよね。大好物です。私大好物です。大好物です。はい、こんにちは、シトレイです。今日はですね、ディストリクトのこの4人の皆様にメンズのお悩み解決ですね、インスタグラムで募集したんですけども、男の人の夏の悩みですね、1個はショートパンツがちょっと子供っぽくなっちゃうという着こなし、あとはもう2つ目は夏ってこう薄着だからこうなんていうんだろう、おしゃれのそのこなれ方が分からない、シンプルになりすぎちゃうっていうところの悩みに答えてもらおうかなと思っているんですけども、ショートパンツは何方くらいございますか？3パターンもですね、はい、あともう一つのこなれ方、夏のこなれたスタイリングも3パターン、はい、計6パターンですよ。なんでフラフラしてるか分からないけどみんながやってる優しい、みんな本当に。いや、自分じゃない引き出しだから今から見るのめちゃめちゃ楽しみです。じゃあまずはショートパンツからお願いします。はいはい、お願いします。大人すごいですね、かっこいい。しかも3人3用ですね。じゃあどっか行く森山さんから、はい、先生お願いします。お願いします、はい、もう一番難しい半袖未半ズボン、確かに子供っぽくなりがちな、はい、子供っぽくなりがちなアイテムですけど、まあもう年齢が子供っぽくはないので、カットソー、はい、T シャツ、ポロシャツ、カノコとかありがちなんですけど、あえてニットで、触っていいですか？どうぞ、はい、確かにニット素材、ニット素材でスキッパーのと合わせて、うんうんうん、でショートも膝が隠れるぐらいの、ギリ隠れるくらいですかね、はい、でタックが入ってるやつで、小山さんといえばスカーフですね。へー、で袖の長さとか、はい、身幅のボリュームとか体のラインそんなに出さずに、うんうんうん、はい、ゆるっとしたバランスになるのも一つポイントかな。あ、ピチピチにしすぎちゃうと、そうですね、ちょっとやっぱ難しい。じゃあワンサイズとかツーサイズでくらい選ぶくらいがちょうどいいくらいの、と思います、うん、はい、あと色合わせですね、色合わせはもうそうですね、やっぱちょっと大人っぽく、これ紫か、紫です、紫にちょっとココア色みたいな、はい、この色合わせもやりそうでやらなくないですか？そうですね、上級者って感じがします。で、まあ、サンダルとかスニーカーとかに、うん、行きがちなんですけど、うん、まあ、ちょっとモカシンとかで革靴未満スニーカー以上ぐらい、ディストリクトで別注してもらった、うんうん、GH バス、ね、はい、アメリカのローファーの草分け的なブランドですけど、うんうん、半袖半ズボンをやりたいなら靴は革靴系かなっていうのはありますね、うん、そこは抑えて、 って そうですね、そこをサンダルにしちゃうと本当にコンビニ行くような人になっちゃう、なってしまう、はい、なるほど、ポイントですね、はい、そして、はい、半袖 長いものになったけど、はい、ショーツ履くときに、うん、まあ、自分が一番気にするのは上の、うんうん、まあ、袖の長さかなと思っていて、はい、まあ、さっき森山さんも半袖だったんですけど、うん、こう肘よりもちょっと下に来るようなちょい長い半袖みたいな感じというか、うんうん、その長さが結構重要かなと思ってて、まあ、すごい上級者だと思うので、うん、自分は割とスタンダードに、ショーツに長袖、はい、にしてます。ただちょっとくるくるしてる、そうですね、うんうん、まあ、厚さも考慮して、うんうん、長さは調整して、このボリュームは欲しいなって、こうなっちゃうと細くなっちゃうんで、なるほど、この辺はちょっとボリュームが欲しいなとは、細かいボリュームここですね、ここですね、なんか違うのはそこですよ。なる、今なんか匠の技を聞いた気がします。こうじゃなくてこう、でも彼は痩せてるじゃないですか、はい、別に痩せてること自体は悪くないんだけど、うん、痩せてるのをまんま痩せて見せるよりは、うんうん、何かああいうボリューム感をどっかに出して、あー、なるほど、痩せ痩せを強調しないっていう、あー、なるほど、ここがあることによってね、確かにスッとしちゃうとこうひょろって感が出すぎちゃうと、なるほど、痩せ型の男性必見ですよこれ、はい、そしてとやっぱり靴ですかね、うんうん、まあ、先ほどご紹介あったこういう靴も自分もよく履くんですけど、はい、より、まあ、夏らしさは出しつつ、うんうん、こういうとこで、子供らしさをカバーしたという感じ、うん、なんで バランスだと思います、うん、半袖だったりやっぱりサンダルいっちゃうとだいぶカジュアル
っぽくなっちゃうけど、まあ、長袖着てるんで、うん、まあ、ギリサンダルもいけるかなっていう、うんうん、レザーですごい大人っぽいサンダルです。大人っぽいです、これはどこのサンダルなんですか？ジャコメッティ、ジャコメッティで黒の芝革と、はい、茶のリザードで、ご用意してたんですけど、うん、黒は全部完売で、うん、リザードもこのあと1足のみ。おー、人気。半ズボン選びのコツは足元とボリューム感、ここら辺の今2つ知った。今2つ知った。パンツはどこなんですか？パンツはお好きなドリスバの。ちょっと思っちゃった色合いも合わせるってこともやっぱポイントなのかなって気はしますね。ちなみにそのトップスは？トップスはサルバトーレピッコロシャツメーカーで、生地も麻なので、ちょっとリラックス感ありつつ、はい、ボリュームも長さとかもあるので、まあ、ショーツとのバランスはいいかな、これ短いと結構厳しいかな。あ、確かに急にちょっとあの若者感と子供感が出るんだ。長さがある方がショーツの時はいいかな。ちなみに何十代でいらっしゃいますか？今年30になりました。あ、はい、なったんだ、はい、そして、はい、本丸。自分は長袖半ズボンスニーカーですね。一番子供っぽくなりがちな足元。はい、ほう。で、まあ、2人に共通するところは色をちょっとシックな感じでまとめるっていうところは、うんうん、まあ、これスニーカー履くなら絶対かなと思ったんですけど、うんうん、一応それ以外のポイントだとニューバランスにこれ合うショーツっていうことで、ボリュームのあるスニーカーに対してそれに負けないボリュームのショートパンツっていうのを前回紹介していただいたオリジナルのやつですね、はい、でこの靴下の丈感も結構難しくて、あの僕の場合サッカーをやっていたので、うんうん、割とふくらはぎが発達してるんですね、うんうんうん、なのでプリノさんが今日履いてた、はい、このパイルのソックスは結構長いんですよ、うん、長いとふくらはぎが割と太く見えちゃうんですよね、はいはい、要するにここまで来るので、うんうん、太いところが目立ってしまう、うんうん、はい、これ多分女子のあのソックスとかもあると思うんですけど、確かに、はい、なので僕は少し丈の短いソックスを選んで、うんうん、細いところがちゃんと出るように。なるほど、そこをちゃんと強調できるように、はい、そうですね、選んでます。ちなみにそのトップスのシャツはドリスです。ドリス、はい、パンツがリセットオリジナルです、はい、色選びとスニーカーにするんだったら靴下の丈感がポイントってことですか？うん、そうですね。足の太さとかで悩んでる人多い気がします。メンズもそうなんですか？うん、いや、かなり多いですね。細いからあの人は履けるって思いがちなんですけど、はい、意外と工夫次第というか、その足に合った丈感のものを選んだりとかでそこは解消できるのかなと思いますね、うん、膝小僧が出る出ないとか何かあるんですか？出たら大人っぽい子供っぽいみたいな。運動してる人とか、はい、そういう人たちは全然出していいと思うんですけど、ショーツを履かない人って普段出してない人とかだと思うんでうん、うん、そういう人たちはやっぱ膝が隠れてた方が履きやすいのかなと思いますね。膝出ると何が違うの？年齢が出るっていう人もいますし、出し慣れてないと色が白かったりとか、あ、色が白いのに膝上が出てるとやっぱりちょっとムービー感が出すぎちゃう。そうですね、だから多分出し慣れない人は余計に恥ずかしいと思うんですよね。なるほど、じゃあ一番最初半ズボン取り入れた方はとりあえず膝下ぐらいから始めて、はい、慣れてもらいつつみたいな感じ、うん、そうですね。じゃあ次はですね、夏のメンズのこなれた着こなしのコツを教えてもらいたいなと思います。こちらも3パターンよろしくお願いします。お願いします。はい、準備ができたようです。こちらになります。どーん、こなれこなれさあどこからいきますか？誰からいきますか？はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。確かに確かに。そうです、夏のこなれたっていうのを考えた時に、うんうん、まあ、みんな T シャツ着るだろうなと思って、はい、まあ、T シャツ普通に着るのもいいんですけど、タックインするのはまあ、今年はなんかこうパンツが太くなってきているので、うんうん、いいのかなと思ったので、まあ、ちょっとタックインのコツみたいなところをご紹介できればなと思って選びました、はい、はい、タックインのコツとは、はい、ゆったりとしたシャツをタックインした方がこなれた感じに見えるかなと思ったので、うん、ビチビチだとダメなんだ。やっぱりそうですね、体のラインが出すぎちゃう。やっぱその体型を少しぼやかせる意味でも少しゆったりとしたトップスをタックインするっていうのがおすすめかなと。なるほど、なるほど。今日着てる T シャツアンダーカバーなんですけど、うんうん、193センチの僕が着てもゆったりですね。すごいゆったりとしたバランスなので、うん、まあ、すごいタックインには向いてるかなと思います。これは PC のサイズ的には、これがサイズ XL4 っていうサイズですね。なるほど、なるほど、はい、そしてパンツは、はい、パンツは太めを選んでいただいた方がいいかなと思ってまして、腰回りが見えるので、うん、ピタピタよりは少し
ゆるっとしてた方が、うんうん、はい、ボリュームが、まあ、大きいトップスに対してもつながりますし、うんうん、で腰回りがちょっとアクセントを見せたいのでタックがこう入ってる感じの方が、まあ、ツータックあってますよね。そうですね、うん、いいのかなと。ずっとしてるよりは。そうですね。そしてベルトは J&M デビッドソンのウエスタンベルトなんですけど、うんうんうん、太いパンツに細いのってちょっと上品でいいかなと思ったので、もうなんか最近ベルトしか見てない私男の人はベルトどうしているのっていうのをなんかもうインプットされちゃってるから、やっぱりこういうちょっとデザインが入っているものもタックインスタイルになると生きてくるので、うん、あとやっぱ細さですね。これで太いとなんかこうお父さんのスーツ感が出ちゃうから、あえて細い方がファッションとして見えるかなって感じが、はい、してます。そして足元が気になるんですけども、はい、これもスニーカーだと休日のお父さん感が出ちゃうかなっていうのがあったので、うんうん、サンダルだけどレザーにしました。しかも靴下まで履いて、靴下履きました。色味合わせて、はい、まあ、裸足でサンダルももちろん、うん、いいんですけど綺麗な見え方というか、まあ、人前に出た時とかも、まあ、足が隠れてる方が、うん、まあ、行ける場所も広がるかなと思ったので靴下を合わせました。ミックスのこの素材感はすごくサンダルとの相性もいいかなと思って、確かこれ単色だとサンダルだと忘れて靴下履いた人みたいな感じになっちゃいますもんね。選んで、はい、これサンダルの時しか履かない靴下です、ね、そんな使用頻度男のこだわりあるある。そして次は、はい、はい、自分は、はい、出島さん T シャツ着てたんで、うん、ちょっと T シャツプラスやっぱり最近ベストちょっと多くなってきたなと思ってて、全身グレーっぽいもののグラデーション、うん、パンツ、ベスト、T シャツはちょっとパープルっぽいもの、うんうん、で夏ちょっと着るもの少なくなってきちゃうので、はい、なんかやっぱ重ね着って、まあ、すごくこうおしゃれ度が上がるかなと思って、うんうん、まあ、ベストを用意しました。そして足元はスニーカーですとカジュアルすぎるかなっていうのと、うんうん、まあ、ちょっと安易な感じに見えちゃうのでスニーカー感覚で履ける白いローファー。へー、それはどこのなんですか？これもジャコメッティです。上がこうグレートンの色合わせに白が足元にあることによって抜け感出ますよね。真っ白よりはだいぶ、あ、確かにちょっと左っぽい、うんうん、柔らかい印象なので、うんうん、まあ、そこも、あまりこうかっこつけた感じにならなくていいのかなと思って合わせてみました。なるほど、はい、あ、ちなみに上の、ベストはどこのですか？マントです。で、はい、パンツが、パンツもマントです、はい、そして鳥を飾りますのは、いや緊張しますねおしゃーん、おしゃーん、さすがですね。いえいえいえ、このまずはじゃあ、ポイントお願いします。僕らの年代っていうのは、半袖シャツって着ない世代なんですよ。そうです、うんうん、シックじゃないっていうか、エレガントじゃないっていうか、まあ、近年、まあ、暑さもあるし、うん、なんかもっと自由、もうちょっと自由に着てみたいなっていうのもあって、半袖をすごく着るようになったんですよ。へー。で、しかしその中でも、うん、今日の合わせはほとんどやってなかったんです。私も新鮮でした。この半袖 のシャツにネクタイ、うんうん、あの学校の先生みたいになっちゃうんですよ。あー、でもちょっとわかります。うんうんうん、あのだけど80年代 あのイギリスのミュージシャンとか、うん、意外とそういう格好してるんですよ。でもっと当時はプリントのシャツにプリントのネクタイとかもありなんですよ。例えば最近のドリスマンノーテンとかは、はい、あのそれをデザインとして、その80s とか 90s の時のややダサなスタイリングを取り入れてるんですよね。おそらく、うん、あのこの流れにはそれが入ってるんですよね。そういう当時の感じが、柄かける柄みたいなやつが、はい、でもちろんその単純に半袖シャツにネクタイすればいいって話じゃないんで、うんうん、このシャツの色に合わせてっていう感じです、はい、すごいおしゃれですよね。ちなみにこのネクタイはどこの？これね、サルバトーレピッコロ、あのさっき、長谷川さん着てたシャツの、シャツブランドが作っているネクタイです。なるほど、この柄かけるがありそうじゃないですよね。大好物です。私、ありがとうございます。大好物です。でパンツはあのいつものパンツは、カラーですね。カラー、はいはい、でベルトがベオーマですね。ベオーマ、はい、で靴がニューバランスですね。なるほど、はい、この柄合わせで本当なんか綺麗に色もよくもね、ね、あとあのアンソニーネクタイで去年よくやったんですけど、もっと簡単なのはアイビーっぽくね、うんうん、プレッピーっぽく、うんうん、白かブルーかストライプのボタンダウンにネクタイっていうのは、はい、もうまず間違いなく合います。なるほど、綺麗な感じのこともあると、はい、今6体見たんですけども、どれもこれもすごい見応えがありました。
皆さんはどの着こなしが良かったでしょうか。ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。あとはこの4人の、ラブコールでもあのラブレターでも何なりと書き込んでおいてもらえたらなと思います。あとこれはぜひメンズの方あの薄着になると思うので参考にしてもらえたらなと思いましたし、私自身もめちゃめちゃ参考になりました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。